浜松陸軍飛行学校。浜松陸軍飛行学校は、日本陸軍の軍学校の一つ。主として、航空爆撃に関する教育と研究等を行った。1925年、大正14年5月、前身となる飛行第7連隊練習部が設置され、1933年、昭和8年8月、同練習部を機関として、浜松陸軍飛行学校が開設された。 学校本部及び本校は、静岡県浜名郡、現在の浜松市に置かれたほか、同県の三方原と愛知県東カス郡に分、飛行場があった。1940年、昭和15年12月、浜松陸軍飛行学校から分かれる形で、保古田陸軍飛行学校が設立されると、航空爆撃に関する教育と研究等のうちへ、爆撃機を使用するものが、 浜松陸軍飛行学校の担当になった。また航空における化学兵器に関する教育と研究等や落下山部隊の要員育成と落下山に関する研究等も浜松陸軍飛行学校で行われた。1944年昭和19年6月、浜松陸軍飛行学校は閉鎖となり浜松共同飛行士団及び味方現共同飛行団に改編された。 さらに1945年、昭和20年7月、浜松共同飛行士団は共同飛行士団第4、共同飛行隊と第27飛行団司令部に改編分離され、同年8月の太平洋戦争、大東亜戦争終戦により味方、現共同飛行団ともども解体された。ここでは、浜松共同飛行士団等についても述べる。1912年、 明治45年、陸軍は操縦術修行者を飛球隊に分剣し、埼玉県入間郡所沢町の飛行試験場、後の所沢陸軍飛行場で航空関係の体系的な教育を始めた。1915年、大正4年12月、所沢に航空大隊が創設されると教育は航空大隊の担任となり、引き続き所沢で行われた。 1919年、大正8年1月より11月まで、ジャックイコール・ポール・フォール大佐を長とする、フランス航空団と呼ばれる、航空教育軍事施設団が来日し、教育指導、技術開発指導その他を行った際には、爆撃の教育は、フランス航空団の助言を取り入れ、静岡県三方原で行われた。同年4月、陸軍航空の原業軍生と。 専門教育を統括する陸軍航空部が設立され、同時に所沢に陸軍航空学校が開設された。同校の学生は公主、乙主、兵主に分けられ、そのうち兵主学生は機関工術、射撃、爆撃等の収集をする学生であった。同年12月、陸軍航空学校教育部は文化ごとに教育班を新設したが、 爆撃班は飛行機に適当なものがなく、業務も活発ではなかった。1925年、大正14年3月、陸軍初の爆撃部隊として、飛行第7連隊の新設が着手された。同連隊の編成は、本部、第1大隊、重爆撃機、第2大隊、軽爆撃機、練習部及び材料賞を予定し、所沢陸軍飛行学校で行われていた。 爆撃の教育と研究は、飛行第七連隊練習部が担当することになった。5月、練習部が設置されたが、同時期すでに偵察及び、戦闘文化には下静陸軍飛行学校と、明けの陸軍飛行学校がそれぞれ設立されていた、ことに比べ、爆撃文化の教育と研究は遅れをとっていた。これは、陸軍の航空に対する価値判断も、去ることながら、 適当な爆撃機の配備が遅れたことが原因である。飛行第7連隊は当初東京吹田多摩郡、立川町に置かれ、1926年、大正15年10月、静岡県浜名郡ひくま村、現在の浜松市中区北西部に移住した。練習部における教育は、非教育者を修行員として入隊させる形をとって行われた。1933年、 昭和八年五月、陸軍飛行学校令が改正され、軍令陸第十号、同年八月に施行された。この改正で、浜松陸軍飛行学校が開設された。前述学校令の第三条で、浜松陸軍飛行学校が行う教育と、調査研究及び試験の科目は、爆撃、爆撃操縦、爆撃機材と爆弾の取り扱い等に関する、諸学術、並びに、 これらに関する兵器及び機材と定めれた。設立当初における学校の編成は、研究部が置かれず、陸軍航空本部長に隷属する校長のもと、幹事、本部、材料省、及び学生であった。同校は当初、飛行第7連隊内に設置された。後に、学校本部などの建物を西南方の新旧路村、現在の浜松市西下北東部に新築するが、 浜松陸軍飛行学校は滑走路などを飛行台、7連隊、あるいは祖工系部隊と共用し、最後まで飛行場の敷地内で、実戦部隊との並存であった。1935年、昭和10年3月、陸軍中央は、軍備の強化を図るため、昭和10年軍備改変容量、軍令陸をつ第3号を定めた。これに基づき同年8月、 従来の陸軍飛行学校令が廃止され、浜松陸軍飛行学校令、霊陸第十三号が施行された。同令の第一条で、浜松陸軍飛行学校は、学生に爆撃飛行隊に必要なる諸学術を習得せしめ、重力かつ爆撃飛行隊に必要なる兵器及び機材の研究及び試験を、行不所とすと定まられた。同じ第一条では、全校の他に、 可視間候補者に航空兵か歌手間、樽に必要、なる教育を行使かつ、航空部隊の運用に是非する教育及び研究を、恐怖ことも規定されている。条文の文言に基づき学生の区分に、戦術学生が加わり、その他に非教育者には、可視間候補者も含まれるようになった。学校の新編成は、校長、幹事、本部、教育部、研究部、練習隊、 歌手館候補者隊、材料賞、学生である。浜松陸軍飛行学校令により、同校の非教育者は次の通り定められた。1935年8月時点。戦術学生は従来まで、下静陸軍飛行学校の担当であった。非教育者の居住は、学生は、校外、歌手館候補者は、校内と定められていた。 同年から翌1936年、昭和11年にかけて、浜松陸軍飛行学校と飛行第7連隊は、従来の飛行場及び爆撃場の北隣である、三方原に用地を取得して爆撃場と分飛行場を整備した。また1936年12月には同校に、化学兵器に関する研究及び教育を行う家兵班が設置された。 さらに1937年、昭和12年4月、飛行機操縦者急速養成教育のため、愛知県東加須ガ軍と愛知軍にまたが本時、原陸軍演習場の一部、現在の終わり朝日市南部を、分飛行場とした。1938年、昭和13年7月、浜松陸軍飛行学校令改正、軍令陸第13号が施行された。 この改正で同校の非教育者から可視観候補者が除外され、学校の編成は校長、幹事、本部、教育部、研究部、材料省、及び学生となった。浜松陸軍飛行学校令により、同校の非教育者は次のようになった、1938年7月時点。同年12月、天皇に直令し、航空兵科専門の教育を統括する。 陸軍航空総幹部以下航空総幹部と略が設立され、浜松陸軍飛行学校はそれまでの陸軍航空本部長に代わり、陸軍航空総監以下航空総監と略が管轄する学校となった。1940年昭和15年7月、浜松陸軍飛行学校令が改正され、軍令陸第16号同年12月より施行された。 改正学校令の第一条では、爆撃飛行隊、軽爆撃飛行隊を除以下の二同時の文言が織り込まれ、それまで重爆撃機と軽爆撃機の双方に関する教育と研究等を行ってきた浜松陸軍飛行学校は、囲碁重爆撃機文化のみを担当することとなった。また、1935年より担当であった航空部隊の運用にぜする教育及び研究が、 条文から削除され、学校の編成は、校長、幹事、本部、教育部、研究部、材料省、及び学生で従前のままであるが、学生の区分から、戦術学生が除外された。浜松陸軍飛行学校令改正により、同校の非教育者は次のようになった、1940年12月時点。1940年9月、陸軍はそれまでの、 区評価、方兵家、航空兵下といった、兵家区分を、憲兵を除いて、兵下という単一のものとして、区分は新たに兵士とした。このため、翌年6月、浜松陸軍飛行学校令改正、軍令陸第11号が施行され、学生の諸条件を、航空兵下から、航空関係の兵下二条分が修正された。その他従来まで、以下のみであった。 おつし学生を一貫及び、見習い士官に改め、修学期間約3ヶ月を約6ヶ月に延長し、郊外に寄居していた者を校内に居住させ教育の充実を図った。1941年、昭和16年12月、日本は米英など連合国との太平洋戦争を開始した。開戦から間もなく、浜松陸軍飛行学校では、 将来感染攻撃を行う機会が多くなると判断し、効果の少ない水平爆撃に変えて魚雷による攻撃、あるいは超低空爆撃を行う場合の研究を実施した。この研究の結果は陸軍中央に意見具心されたが、直ちに採用されることにはならなかった。1942年、昭和17年8月、水戸陸軍飛行学校の航空科学船に関する、 部門が遺され、科学船共同体が置かれた。共同体の人員は、昭光53、巡視官歌詞艦49、兵396と、軍属若干であった。太平洋戦争の戦況が悪化した1944年、昭和19年6月、陸軍中央は、戦力の不足を補うため飛行学校5校と1、分校。 および航空整備学校一校を軍隊化し、航空相関理下で教育と作戦行動を常時並行し、行わせることとした。これらの学校は、実施学校と呼ばれ、実践に即した中級以上の教育を行い、勤務する教官および助教は、経験に富み優れた技量を持つ者が含まれることに、注目されたのである。下地共同飛行士団等臨時編成要領。 軍令陸を図第29号の施行により、浜松陸軍飛行学校は閉鎖され、浜松共同飛行士団と味方現共同飛行団に改編された。浜松共同飛行士団の編成は、士団司令部、2個共同飛行隊、1個共同整備隊、通信隊、教育隊と学生で、飛行学校の施設をそのまま使用した。近隣の3方元陸軍演習商社を利用して、 設置された、味方元共同飛行団の編成は、男子霊部、一個共同飛行隊、一個共同防護隊、及び学生であった。同年8月には、航空総監部の県民による、共同航空軍司令部が編成され、各共同飛行士団を指揮した。浜松共同飛行士団の非教育者は、大位を対象とする、公主学生、二官対象の落ちし学生、 同じく射撃学生、同じく爆撃学生と、巡視官及び可視官からなる土の都市学生、機種が、学生とされた。己主学生とはそれまで陸軍航空士官学校で教育が行われていた、小位候補者を、1944年5月陸軍航空関係小位候補者教育令、直令第344号により、各部隊での教育に改められた学生である。 味方元共同飛行団の非教育者は、編成表情では種別なく、学生とされ、医官及び家視官が対象であった。1944年7月、アメリカ軍が太平洋のサイパン島を占領すると、同島を含むマリアナ諸島を拠点として、B-29 爆撃機による日本本土攻撃が予想された。日本軍ではその事前制圧を起都し、 参謀総長の指示を受けた航空総監は浜松共同飛行士団にマリアナ方面の敵飛行場を多段により攻撃する重爆撃機1個中隊の編成を加齢した。同年10月、前述の特別任務中隊は第2独立飛行隊として正式の軍隊編成に改められ、翌11月より洋島を経由したサイパン島あるいは テニアン島攻撃を複数回にわたっていった。その他同年10月に浜松共同飛行士団から新たに飛行台110戦隊が編成され、12月よりサイパン島を攻撃する作戦に参加した。第二独立飛行隊は同月下旬、飛行台110戦隊に吸収された。マリアナ方面の攻撃作戦と前後して1944年初期より陸軍中央では、 飛行機が感染に体当たりを行う特別攻撃の検討を開始していた。同年7月、共同航空軍司令部は浜松共同飛行士団に対し重爆撃機による特別攻撃隊の編成を内示した。10月、浜松共同飛行士団は、霊下の第1共同飛行隊を母隊として4式銃爆撃機の改造機を使用する特別攻撃隊を編成し、 西尾常三郎詳細仮想委員26名がフィリピン派遣を命じられた。同体は不楽隊と命名され、ここ田共同飛行士団から編成された1万枝隊、体と共に最初の陸軍特別攻撃隊あった。浜松共同飛行士団からは翌年1月、百式重爆撃機による第47新部隊も編成された。1945年、 昭和20年4月、本土決戦に備え航空諸軍を統率する、天皇直令の航空総軍司令部が編成され、航空総幹部は閉鎖された。これに伴い浜松共同飛行士団は、航空総軍司令官の令下に入り、結合作戦に参加し、小笠原方面における、敵航空基地の夜間攻撃準備の任務が与えられた。同年4月18日、 下鎮陸軍飛行学校領下4軍令廃止の件、軍令陸第11号の施行により、浜松陸軍飛行学校令が廃止となり、閉鎖中であった同校は、正式に廃止された。1945年、昭和20年7月10日、軍令陸校第103号が加齢され、それまで航空要員の教育と、作戦行動を兼務していた、浜松保科学共同飛行士団は、 教育部隊と作戦部隊に分離改編された。教育専任となったのは、それまで6個編成であった各地の共同飛行士団を、統合指名を干渉しない共同飛行士団。司令部は、従来の宇都宮共同飛行士団機関1個と、その指揮下の第1から第6までの共飛行隊である。浜松共同飛行士団は、第4共同飛行隊となった。作戦部隊としては、 第27飛行団司令部が浜松共同飛行士団の人員から編成された。味方原共同飛行団は編成に改正はなかった。同年8月午前会議でポツダム宣言の住諾が最終決定され、8月15日正午より太平洋戦争の終戦に関する玉音放送が行われた。8月18日全陸軍は与えられていた。 作戦任務を解かれ、各部隊は逐次復員を行った。浜松陸軍飛行学校本校の跡地は、同年9月以降アメリカ軍の富士、着用飛行場として使用された。1952年、昭和27年10月、警察予備隊を改編した保安隊が、同時に保安隊航空学校を開設した。1954年、昭和29年7月、 航空自衛隊が発足すると操縦、整備、通信の各学校が同地に置かれ、翌1955年、昭和30年9月には航空自衛隊浜松基地となった。1939年、昭和14年9月より、欧州で第二次世界大戦が始まると、翌1940年、昭和15年より、 ドイツ軍は相当数を有していたパラシュート降下部隊を大北方及び西方作戦で使用し十分な成果を得ていた。日本陸軍では以前よりソビエト連邦の同様部隊計画の情報を入手して対抗戦闘についての研究はある程度されていたが航空事情の未成熟などが原因で自国の部隊、編成魔は考えられてれていなかった。 1940年10月欧州駐在勤務を終えて帰国した陸軍大学校教官、糸田大佐中佐は陸軍大臣官邸において、東条秀樹陸将ほか陸軍首脳に落下山部隊を含むドイツ軍の傭兵について説明し、これ以降落下山部隊の建設が本格化することとなった。参考とするドイツ軍における落下山部隊の所属、空軍や 飛行機その他の機材等の関係により、部隊建設の担当は、陸軍航空本部と定められた。同年11月末、浜松陸軍飛行学校練習部、臨時編成要領、軍令陸港第56号が採火された。同年12月、浜松陸軍飛行学校に練習部が設置された。編成は、部長、中佐、または、詳細課、部員、主計将校、 軍医、軍属を含む、教官、調査、または大医、及び医官であり、落下産効果に関する調査、研究と試験、及び商工とか士官からなる練習員230名前後を、教育する計画であった。部員と教官には、航空総幹部、教育総幹部、陸軍技術本部、陸軍航空技術研究所、陸軍と山学校からの兼務者を含み、 陸軍全体の力を結集して落下3部隊を育成する姿勢であった。また部員には、医務関係者の比率が通常よりも多めに配置され、身体検査及び事故に対する救急措置への配慮がなされていた。練習部の初代部長には、川島慶吾中佐が捕食された。1941年、昭和16年1月初めまでに練習部は編成を完結し、 落下山降下部隊要員は、東京市牛込区にある陸軍と山学校に移り、約1ヶ月間の訓練の後、同志世田谷区の読売遊園にあった、落下山等を用して、降下の基礎練習を実施した。同時に、浜松では落下山降下時の飛行法等についての研究が行われた。基礎的な練習及び研究を終了した、降下要員は再び浜松に集結して、 飛行機からの降下練を実施した。しかしさらに多量の要因教育をき等を取得しながら円滑に行うには浜松及び三方原では不適当とみなされ、同年5月練習部は満州の白木小陸軍飛行学校に移転した。この陸軍飛行学校練習部が陸軍停身練習部の機関となった。浜松陸軍飛行学校の前身となった。 飛行第7連隊練習部の部長は次の通り、浜松陸軍飛行学校の設置により、初代の校長は、飛行第8連隊長、地下忠春大佐が捕食された。1935年8月より、校長は中将、または少将とされた。共同飛行士団編成により、それまでの校長職は共同飛行士団長となった。 ただし通常の飛行士団長の階級が中将であり、天皇より直接事例を受ける親補職であるのに対し、共同飛行士団長の階級は中将または少々とされ親補職ではなかった。浜松共同飛行士団と共に、味方元共同飛行団が編成された。初代の飛行団長には、関東軍科学部長、山脇正夫少将が補職された。下地共同飛行士団、 ア野共同飛行士団、浜松共同飛行士団、ホコタ共同飛行士団、日立共同飛行士団、宇都宮共同飛行士団は統合改編され、単一の共同飛行士団、司令部、栃木県芳賀郡となり、浜松には第四共同飛行隊が置かれた。師団長、第四共同飛行隊隊長を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。